ワンポイント健康レッスン。こんばんは、是枝裕彦です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近、徐々に暖かくなってきましたけどもね、今日はですね、ワンポイントとしましてですね、ヒートショックプロテインと、そういう話をちょっとさせていただきたいと思います。ヒートショックプロテイン、これはヒート、熱ですね。でショック、刺激、プロテイン、これどういうことかって言いますと、体にですね、熱を、大体42度ぐらいの熱をですね、加えますと、体の新陳代謝が起きてですね、肌とかシワがなくなったり綺麗になると、そういうふうに言われているものなんですね。もちろんですね、例えばお風呂に入るときとかはですね、半身浴で38度ぐらいの温度で、できるだけぬるいのにゆっくり入った方がいいというふうにはもちろん体のためには言われているんですけれども、例えば局所的に顔であったりとかですね、手であったりとかですね、ちょっと42度ぐらいの熱いお湯で顔を洗ったりすることによって、タンパク質がですね、活性化されて、シワとかですね、そういうのもなくなってくるというふうな形になっておりますので、ぜひですね、そういう熱のですね、ヒートショックプロテインということでですね、イメージしていただいて、顔を洗ったのはちょっとあったかいお湯で洗いましょうというのを一つワンポイントとして今日はお話ししたいと思います。もっと2つ目、もう一つなんですけども、それはですね、貧乏ゆすりは体にいいですよというお話なんですね。これはどういうことかって言いますと、マナー的には貧乏ゆすりっていうのはあまりもちろん皆さんも良くないっていうのは分かってるんですけれども、体の組織的にですね、貧乏ゆすりをすると足の筋肉、特にふくらはぎの筋肉が収縮することによってですね、ポンプ作用で血液の循環が良くなるんですね。ですからその、マナー的に問題がないところでは皆さん貧乏ゆすりをしっかりされると循環が良くなりますので体にいいですよということをですね、今日ワンポイントとしてお話ししたいと思います。そしてですね、今日はとても素晴らしいゲストにおいでいただきました。もうなかなかね、来ていただけないんですけど、無理って来ていただきました。今 NPO 法人の米倉ボクシングスクールの理事校長でいらっしゃいます、柴田邦明さんにおいでいただきました。どうぞ柴田邦明さん、お入りください。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。どうぞ。こんばんは、柴田です。柴田邦明さんはですね、今もちろんいろいろご存知だと思うんですけども、ちょっと紹介をさせていただきたいと思います。よろしく。今NPO 法人で先ほど言いましたように米倉ボクシングスクールの理事校長でいらっしゃいます。で、過去にはですね、もちろん皆さんご存知だと思うんですけど、 WBA の世界フェザー級のチャンピオン、WBA 世界スーパーフェザー級のチャンピオンと、あと WBC 世界フェザー級スーパーフェザー級のチャンピオンということで、2階級で3つのチャンピオンなられたということで、いや素晴らしいですね。いやいや、ありがとうございます。ね、今日はですね、こちらの健康の番組ですので、はい、後半で柴田さんの細かいことをまたお聞きしたりとかしたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。そしてもう一人ですね、素晴らしいゲストの方においでいただいております。モデルでですね、いろいろ今ご活躍されている竹原久美子さんにおいでいただきます。どうぞ竹原さん、おいでください。こんばんは。よろしくお願いいたします。どうぞ、最高さん。よろしくお願いします。竹原さんはですね、はい、今いろいろモデルの活動とかされてるんですよね。はい、具体的にちょっともし紹介ください。そうですね、ステディですとか、JJ などにさせていただいてます。こちら健康の番組なんですけれども、いろいろそういう姿勢とかそういうのもですね、専門でやっておられますので、ぜひちょっとお話もね、後で伺いたいなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてですね、今日はAIC の健康情報ということで、まずですね、データの方をですね、ちょっと画面で出していただけるとありがたいんですけども、今日はヘルニアとかですね、脊柱管狭窄症って背骨の腰の痛い問題とかをちょっと説明させていただきたいと思います。今 AIC 健康情報流れていると思うんですけども、これは体、心、技術、この3つをですね、バランスを取ることによって、健康に近づきますよというふうな形で情報を発信しております。次のフリップ行っていただけますでしょうか。
治療法としましては、脊椎骨盤矯正法と、あと瞬間脱力筋弛緩法と、あと血流リンパマッサージと、こういう形でですね、3本の柱で、体を健康にしましょうというふうな形になっておりますね。はい、そうしまして、じゃあ次にですね、フリップの方へ行っていただきまして、体のブレるメカニズムをね、今ですね、後ろにもこう映っておりますけれども、ちょうどですね、一番左側が、こっち側の右側ですね、立ってる姿勢ですね、で膝を曲げてる姿勢、座ってる姿勢、座りながら前かがみになってデスクワークをしていると、こういう姿勢になってるわけですね。でこの座ってる姿勢の赤いところになりますと、骨盤が後ろにねじれるということなんですね。でそのねじれるメカニズムをちょっと説明させていただきます。難しい話ばかりですよね。ゆっくり参考になりますよ先生。人間の体、こう骨がありまして、こちら背中で、こちらが前側になります。足がありまして、骨盤を介して背骨に変わっていると。で例えば今私たちこう座っているときは足がこう前に行ってますよね、はい、これは45度までは骨盤動かないんですけど、45度から90度、今直角に座っているところでは、はい、この骨盤が一緒に連動して後ろに連れていきます。そうするとこの骨盤と真ん中の背骨の間の、こちら仙腸関節っていうんですけども、このブレが起きてくるんですね。でこのブレが起きると、骨盤が後ろにねじれますと、この股関節が斜め上に上がります。上がることによって足が短くなるんですね。で例えば地面平らですから、短くなると短い方に倒れてしまうと、そういうブレが起きてしまうんですね。このブレが後でお話ししますヘルニアであったりとか、脊柱管狭窄症につながってくるというふうになっております。じゃあ次のフリップ行っていただけますでしょうか。こちらのですね、一番右側が正常で、これが C カーブ、S カーブ、SC 混合タイプということで、骨盤が短くなった方、足が短くなった方に骨盤が傾いて、単純に戻れば C カーブになると。こういうブレが起きてくるということですね。これが起きることによって、腰のいろいろな筋肉であったりとか、椎間の痛みであるとかって、そういう問題が起きてくるんですね。そういうのをちょっとまた説明させていただきたい。じゃあ次のフリップへ行っていただきましょう。こちらちょっと細かくて皆さん見づらいかもしれないんですけども、椎間板ヘルニアっていうのは聞いたことあると思うんですけれども、あの腰が痛くなった時にいろんな原因もあるんですけども、骨の間の板が後ろに押し出されて神経を圧迫すると、そういう症状があるんですね。で具体的にどういうことかっていうと、急に重いのを持ち上げたりとか、あと、まあ、急に痛みが起きてきて体をどっちかに倒すと痛みが増幅してしまうとか、あと、まあ、足がしびれてしまったりとか、そういうことが起きるということなんですね。これがあのヘルニアの特徴になっております。じゃあ次のフリップへ行っていただけますでしょうか。でヘルニアともう一つ別ので、脊柱管狭窄症と、難しいちょっと言葉になっちゃうんですけども、初めて聞きましたが、はい、脊柱管狭窄症というのは骨と骨の間が狭くなってしまう病気なんですね。先ほどのヘルニアはこういう骨と骨の間の真ん中のこの板、ちょっとモニター見えますかね、この板がですね後ろに押されて、今こう赤くなってますけども、この赤いのがこの黄色い神経を圧迫してしまうと、後ろに押し出されて圧迫して、見えますかね、この赤い、これがヘルニアになります。押し出される現象っていうことでいいんですかね。そうですね、この椎間板と骨との間のクッションがあるんですけども、はい、その真ん中に髄核という柔らかいチューインガムみたいなのがあるんですよ。それがひび割れを起こして後ろに押されてしまって、この黄色い神経を刺激すると痛みが、ひび割れしてるんだ。そうなんですね。だからヘルニアが大きいのがあっても神経触らなければ全然痛み出ない場合もあるんですね。この変な足、この横っちょ出たりとかしてれば、じゃあ気づかないうちにヘルニアになってることもある場合もあるんですね。そういうのなんですね、でですね、もう一つ脊柱管狭窄症っていうのがね、あったんです。これはこの骨と骨の間が、今こう板がありますけど、これがだんだん老化で狭くなってしまうと。で症状的にはどういうことかって、歩いてると急に痛くなって歩けなくなっちゃったりとか、で座ってでしばらく休んでるとまた痛みが取れて歩けるようになると、それでまた腰をですね後ろに反らすと痛くなる、
前に曲げると楽になると。でどういうことかっていうと、骨のこっちお腹で背中になりますけどね、うん、骨の後ろから神経出てるんですよ、はい、この神経が後ろ側が狭くなってこう圧迫されたりすると痛くなると。逆に座ったりするとこういうふうに広がりますので楽になるというのが、あの脊柱管狭窄症なんですね。じゃあちょっと次のフリップ行っていただきましょうか。ちょっと駆け足でね、いろいろあるんですいませんけれど、今あの椎間板ヘルニアっていうので、絵が出てると思います。あの赤くなってるところがですね、この間の板ですね、これが押されて黄色い神経を圧迫するとこれが痛くなるという形になります。じゃあ次のフリップで脊柱管の方に行きましょうか。脊柱管狭窄症、これはあの見てお分かりのように前と後ろで、後ろ側の神経のところが、まあ、老化とかいろんな原因で狭くなることによって痛くなるということなんですね。ですから後ろに反らすと痛くなると。でヘルニアの場合は後ろにゴムが出っ張ってて、前側に倒した時に前が圧迫して後ろに押されるので、逆に言うとこう後ろに反らすとヘルニアは楽になるんです。なるほど。で脊柱管狭窄症は後ろにやると狭いから痛くなると。ヘルニアと脊柱管狭窄症は反対の症状だっていうのをちょっと一つ覚えていただければなと思います。次のフリップいっていただけますでしょうか。こちら椎間板ヘルニアの対処法はどういうふうにしたらいいか、マッケンジー体操って言われてますけれども、体をですね、これ体をぐーっと反らすことによって、先ほど言った椎間板の前側が圧迫されて後ろに出て神経を圧迫していると。だから逆にこう前を広げることによって後ろに出っ張ったものを前に押し戻すというのがヘルニアの対処法、これはマッケンジー体操と言われています。そんなことも自分でできるんですね。そうですね。だからこれがあのヘルニアか脊柱管狭窄症を明確に判定しないと、反対のことやっちゃうと悪くなっちゃう場合もあるってことですよね。じゃあ今度は脊柱管の対処法についてですね、ちょっといきたいと思います。脊柱管のは先ほど言ったように骨の後ろ側が狭くなっているということですので、体を前にこう曲げるようにすると、今絵にありますようにこう座ったり体を曲げるというふうな形にすると、神経の出口が広がるので体が楽になるという形なんですね。ですからヘルニアと脊柱管狭窄症、この2つは原因も違いますし対処法も違いますよと。だからどういうふうにして痛いのか、後ろに反らした時に痛いのか、前にやった時に痛いのかによって一つの目処が分かりますので、まあ闇雲にいろいろ動かしたら良くないんですけども、それでどこが症状が悪くなっているかっていうと判定になるというのが今日のワンポイントのお知らせになりますね。こういうのがまあ AIC 健康情報という形でお知らせしております。それで今度はですね、今のは腰のお話なんですけども、時間の方もちょっとしてるんで、次のフリップへちょっと行っていただければなと思います。今度はですね、先ほど腰のお話しましたけども、ちょっと駆け足で申し訳ないんですけども、手の方のですね、痛みがどうなるかということで、今こちらドケルバン病ってあるんですけども、狭窄性腱鞘炎、まあ後でボクシングの柴さんいろいろお話聞いてね、注視骨折しますけども、手のですね、親指側のここのところにね、痛みが出る方が多いんですね。特に女性でですね、赤ちゃんを産んだばっかりの人とかっていうのは、赤ちゃん今まで重いの抱っこしたことない人が急にこう抱っこしたりすると、確かに長時間ですもんね。しかもそうずっと何キロの、今まで持ったことない2キロ3キロのものを抱っこしたりとかして痛くなる場合があるんですね。このメカニズムをちょっと次のフリップで一回聞きたいと思います。ちょうどですね、ここだ、ちょっと見えますかね、ここにこう筋が、親指に筋がありまして、ここにトンネルみたいになってるんですね。オーシコン靭帯ってありまして、でそこのところをですね、これが腱だとするとトンネルみたいになって、ここをこうキュッ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 擦るようになると、でこれが擦ることによって炎症が起きて痛くなるっていうのが
狭窄性腱鞘炎と、まあ、男の方でも手首をこう使うお仕事の方とかそういう方もこう痛くなるという場合もあるんですね。ですからこういう時にはこういうテーピングしたりとかサポートしたりとかっていうのが治療法であったりとか、まあ、そういうのであるというのも一つ、狭窄性腱鞘炎はどういうものかというのをイメージしていただければなというのは今のお話になります。で続きまして次のフリップへ行きたいと思います。今度はですね、上腕骨外側上顆炎といいまして、手を使った時によく肘が痛くなる人がいるんですね。これはあの筋肉が要するに伸び縮みしない状態で無理に使ったりとかすると筋肉の付着部が痛くなると、ちょうど今あの絵にありますように肘のこう外側のところ、ちょうどこの斜めになっているところですね、ああいうところが痛くなると。これは筋肉が前と後ろでこうついてまして、指を動かすことによってここの筋肉が動くんですね。後であの例えばちょっと手を動かしてもらっていいですか。ここのちょっと動いてるの見えますかね。あのちょっと寄っていただいて影で、ここ見えますかね、影でちょっとここの筋肉、これですね、鳥肌立ってきました。ピクピクしてます。ここですね、動いてますか。この筋肉がここからこう動いてです。で、ここの筋肉が伸びたり縮んだりすることによって指を動かしているんですね。ですからここを曲げたり伸ばしているよりも指先をパソコンで使うだけでもこういうところが痛くなったりとかっていうこともあるわけなんですね。ちょっとよろしいですか。で、ここの筋肉からちょっと指を動かしてもらっていいですか。今動いてますけども、この指2本押さえたところにブロックするとこっちに刺激が伝わらなくなるんです。これはどういうことかっていうと、神経がこの筋肉のこっち側に伝達してるわけ、脳から動かせっていう神経がここに行ってるんですね。ですからここの止まって神経が止まってるところが指2本置いたところをブロックすると、こっからこっちだけ動いてここに負担かからないと、そういうのがですね、治療法でここをテーピングして抑えることによってここの負担をかけないのができますよというのがテニス肘っていうんですけども、そういう治療法になると、まあ、そういう神経がどこに付着してるかっていうのをイメージできると筋肉の負荷をかけないことができるというのが今日の外上顆のお話ですね。じゃあ次の、フリップいっていただいて、で外側上顆のですね、トムソンテストっていうんですけども、どういうふうにするかというと、じゃあ竹原さん手出てるんでお借りしてよろしいですか、はい、前失礼しますね。今ねこういう形でグー握っていただいて、手首をこう上げた時にですね、私がこう下に押したの無理に上にグッと上げていただくと、そうするとこの筋肉が収縮して筋肉の付着部が引っ張られると、その引っ張られることによって炎症が起こるとその痛みが出るというのが検査法になります。これは外側上顆炎の検査ですね。まあ、じゃあ次のフリップいきましょうか。今はですね、ちょっとじゃせっかく手出てるんで申し訳ないですけど、今外側が外側上顆炎という筋肉で、上に伸ばす筋肉ですね、ここがこっちついてるんですね。で今度曲げる筋肉はちょっとグッパしていただいていいですか。ここ見えますかね、曲げる筋肉はこう内側についております。これが内側上顆炎と言いまして、よくあの野球肘って野球でこうギュッと投げたりとかした時に内側が痛むんですね。テニスだとバックハンドでこうやるから外側がテニス肘と、でこちらが野球肘もしくはゴルフ肘という形で言われております。お互いに神経はあの付着部よりもちょっと中枢末梢側にありますので、指2本のところを押さえることによって筋肉をブロックして、ここからこっちだけ動かしてここに負担をかけないというような治療法があると。ワンポイントとしてもし肘が痛くなったら指2本置いたところを押さえましょうというのを覚えていただけると随分違うと思いますので、一つ頭に入れてください。次のフリップはありますでしょうか。そうですね、一応、まあ、ちょっと今駆け足でね、今日はあの腰のヘルニアのお話と手の方の話をさせていただきました、ね。まあ、こういういろいろですね、健康な情報を通してですね、まあ、ちょっとワンポイントで知っておくと痛みに対しては違いますよというふうな形でできますので、ぜひ今日はちょっとワンポイントで覚えていただく。腰の方は、前に曲げた時に後ろに押されて痛いのになっちゃうのがヘルニアですよと。
体を後ろに反らした時に痛いのは脊柱管狭窄症ですよという形ですね。で今度ですね、その腰の方の対処法はまた反対になりますよっていうのを一つ覚えていただいて、で肘が痛くなった時には肘のところから指2本置いたところの筋肉、皆さんも指を動かしていただけると筋肉動くの分かりますので、そこを抑えましょうというのが今日のワンポイントになっております。そしてですね、コーナーとしていろいろちょっと今度はですね、ゲストインタビューコーナーということでいろいろちょっとお待たせしてすいません。いやいや、もう先生勉強になりましたよ。大丈夫ですか。まあ本当にこのワンポイントはすごいですよね。駆け足ワンポイントと言いながら、はい、いろんなポイントがいっぱい見て、いやいやいや、もう一つぐらいした方がいいかなと思いましたけども、はい、まずあの清水柴田さんの方からですね、はい、ちょっといろいろちょっとお話をね、あの伺っていきたいと思うんですけれども、まあ、現在あのいろいろ青少年のいじめ問題とか、はい、そういうのを中心に子どもの心を作るということで、はい、そういう活動もされてるんですよね、はい、具体的には、はい、まあ、先生今、いじめ問題とかね、大変問題になってるんですが、これは永遠にですね、治りません。いじめはもう当然歴史的にあります、ただ今のいじめはですね、良くないなっていうのは先輩がみんな止めてたんですよ。あ、はいはい、仲間でやった時に、ね、必ず先輩がやめろっていう先輩がいたんですよ。ところが今その先輩がいないんですよ、だからいじめが変な方に行ってるんですよ。あ、みんな中自分のことばっかり考えちゃうんですね。あと、まあ、現代社会はその人と関わらないように関わらないようにっていう方向にあるから、うん、やっぱりなんか気づいてても、うん、ちょっと見て見ぬふりみたいな、ね、ずるいよね。私はよく遊んでても、ね、なんか年上の人と年下一緒に遊んだりとかね、してたけど、今はなんかみんな集まってもなんか ゲーム黙ってゲームしてるらしいです。そうなんですよ。だから、まあ、それがいいのか悪いのか別個として、もう強い心を作ろうと、をやめろよと、はいはい、あ、いいねとかいう、その、うん、もう積極的にね、うん、いい悪いの判断のできる心を作りたいなと。あ、なるほどね、はい、そういうしっかりしたこういい善悪をちゃんとね、そうですね、言えるようなね、はい、形の人ができると一番いいと思いますけどね、はい、やっぱりね。なのでこれからはやっぱりそういうのを全国に広めていきたい。そうですね、はい、講演活動も結構されたりとか、はい、もう、どんどん電話かかってくるんですよ、で今過去の世界チャンピオンの方にお願いして、みんなバラバラ行ってもらってるんです。ああ、なるほど、はい、なるほど、ね、やっぱりもうこちら柴田さんはですね、もうボクシング界のドンですからね。いやいやいや、本当に中心の方で、まあ、こんななかなか番組出ていただけるのも貴重な時間ですので、ぜひ皆さんも青少年育成のためにね、頑張っていただければなと思います。最近あれですかね、まあ、健康面で気をつけたりとかっていうのは、はい、なんか体で特に気を使っているとかっていうのはありますか。基本的に私たちにはその時間的に休むっていうのができないんで、自分から休む時間を作っていかないといけないですよ。あ、なるほど、なるほど。だから仕事遊び中じゃなくて仕事を休み仕事を休みってやらないと、うん、もう1日1週間やってても必ず体壊れますから、うん、やっぱり自分で積極的に休む時間を作る。そうですね、これが健康の一つの、うん、なるほど、はい、やっぱり休むのは精神的な部分もそうですけど肉体的にもね、はい、筋肉のやっぱり回復とかね、そういうのをさせないといかないですもんね。そうですね、さっき先生言った貧乏ゆすりとか深呼吸とか、はい、あ、そうですね、ああいうものがあんな なってくるんですよ。そうですね、やっぱりボクシングなんか通じて呼吸法とかもね、もう一番大事ですね。大事ですよね、やっぱりね、はい、ね、なるほど。やっぱりボクシングでやっぱり特にこう気をつけたとか呼吸法でとかってなんか経験からありますか。まず呼吸法、はい、呼吸法があってリズムが出てくるんですね。あ、だから呼吸とリズムっていうのは非常に、これはもう自分の精神状況を安定させるというのが全てなんです、うんうん、なるほど、はい、うん、ですから 1,2,3 1,2,3 っていうのがボクシングの基本的なパンチの出し方なんです、うん、あ、
ワン、ツー、スリーですね。はい。なるほど。ワン、ツーはダメなんですね。ワン、ツーはダメですね。ダメです。ですね。はい。ワン、ツー、スリーって戻るんですよ。戻るんですよ。そうすると、さっきの椎間板ヘルニアが治ります。そうですね。リセットするということですね。そうです。ボクシングも、ワン、ツー、スリーで元に戻ると。そうです。ね、あの骨も元にリセットして、いい位置にすると。やっぱり、その戻ったところからしっかりと体の軸を通して、ワン、ツーを出すと戻るということですよね。はい、まあ、そういう、あの、米倉、ボクシングスクールでは基本的なところもしっかりとですね、はい、もうこれは現実に体験で教えてますから。ああなるほど、はい、ぜひ、まあ、そういういろんな情報もね、はい、まあ、こういう番組を通して米倉のどういうやり方をね、ぜひ電話かけてくださいやっていただければと思います、最後に、まあ、好きなこと、はい、趣味とかなんか一番好きなことは遊びです、遊びですか。はい、なるほど。これは私の先生エディ・タンゼント、はい、国明この試合終わったら遊びましょう、だからこの仕事を一生懸命やりましょう、それもエディさんのこと、そうだなって、このきつい練習をやって、きつい戦いをやって、最高の遊びをしようっていうのがエディさんなんですよ。なるほど。だから本当に遊んだことないんですけど ね、 あのね、それはどうだか、遊びっていうものがあることによって戦いができるっていう、なるほどね。やっぱりなんかその休息、先ほどの休息じゃないですけどね、はい、気持ちのリセットがないとやっぱり大事です。それだけではやっぱりダメです、ね、ダメです。もうぜひ遊んでください。皆さんも見てる方もですね、柴田さんの言う通りに一生懸命やって、一生懸命遊ぶと、一生懸命仕事やるんですよ。そうですね、それも大事ですね。はい、そうです。ぜひそういうのも米倉の方ですね、はい、切り替えね、切り替え、はい、そうですね。あ、今日はいいことをお聞きしました。皆さんもね、その辺をイメージしていただければなというふうに思います。じゃあ今度は竹原さんにちょっとね、いろいろお話を伺いたいと思います、はい。竹原さんは今日はね、先ほどちょっとお会いしたんですけども、そうですね、ちょっとあの先生にいらっしゃっていただいたんですけれども、三軒茶屋の方の、はい、女子、昭和女子、女性のための漢方セミナーということで、はい、昭和女子大学で、あのトークショーをさせていただいたんですけど、加藤夏樹さんと一緒に出させていただいて、いろいろね、私もあのちょっと 聞かせていただきまして、あのいろんなお話をされて、まあ、お水を2リットル飲んでますよとかですね、いろんな運動してます、食べ物もこうして緑黄色を食べてますよとかね、いろいろお話しされてまして、あのいろいろですね、今ですね、あの靴のデザイナーとかもされてるんですよ。すごいですね。あの全国のお店でですね、この竹原さんがデザインした靴をこう販売して売ってるんですね。オリジナルで、オリジナルもありますし、あと全国 ABC マートで、はい、ABC マートのオリジナル婦人靴ブランドとダブルネームでコラボして作ってるのもありまして、なるほどね、はい、だからぜひその、まあ、ファッション性もそうですけれども、やはりその機能的にもね、ちゃんと軸をちゃんと置いてできるとか、そうですね、やっぱり OL さんたちに向けて、可愛いけど楽みたいな靴を作りたくて、楽なね、やっぱりみんな可愛い靴で通勤したいじゃないですか、だから可愛くて機能的にもいいとかね。そうですね。先ほどちょっと打ち合わせで柴田さんとお話しさせていただいたんですけど、足なんかも軸にね、親指の方とかかとにしっかりと体重を落とすといいと、はい、軸です、基本です、軸ですね、はい、親指とかかとの軸と、ね、それをもしね、あの靴の方でもですね、やっていただけると、ね、あの背筋もピンと伸びますので、先ほど言った体のリセットっていうかね、歩く、毎日人間は歩きますからね、そうです、そういう基本のところから直すということもとても大事なんですよ、ね、ぜひ楽な靴を作ってあげてください。はい、先生、はい、人生においてもちゃんと根を張ってね、しっかり生きていきたいですね。はい、ねえ、本当本当。先生を 見習わないと先生方も。勉強になります。いや、今日は本当にね、素晴らしい方に来ていただきまして、お二人のも深いお話をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。前半はこういう形でですね、トークで、後半はですね、ちょっと実践で矯正をですね、一緒に見ていただいて、はい、体はどういうふうにしたらブレが取れますよとか、そういうことを、ちょっとさせていただきたいと思います。はい、では、ちょっと CM に入りますので、しばらく失礼いたします。
それではですね、後半はですね、実践でどのような形で、まあ、筋肉を緩めていくのかということをですね、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。一緒に見ていただいてね、はい、いただければなと思います。勉強します。最初にですね、まず先ほど外側上下炎と言いまして、先ほど肘の方のこう外側が痛くなるというお話ししましたね、はい。これをですね、どのようにしてブロックするかというところ、神経はこの肘、ここからこれちょっと映りますかね、アップしていただけますでしょうか。今こう筋肉動いてるの見えますでしょうか。骨ですね、骨、こっちですね、こっちです。影になると分かるんですけど、ここで指動いてる、この動いてるところ見えますかね。見えます、ね、はい。この指動いてるのをですね、神経はここについて動かせって言ってるんですよ。ですからここから指2本を置いたところ、今動いてるところをブロックするとこっち動かないんですね、はい。こういう形ですね、指2本ですね、指2本ですね、はい、この肘の出っ張ってるとか指2本置いたところにここをブロックすると見えますかね。ここがこっからこっちは動くんですけれども、こっちに伝わらないと。ですからもし肘が痛くなった時は指2本置いたところにテーピングをするんです、はい。それだけでもここにかかる負荷がなくなるというふうな形になります。これがまず、一つのですね、治療法になります。覚えていただきたいのは、肘から指2本分のところ置いたところにテープを貼りましょう。肘が痛かったりですね。それでですね、今度この筋肉を緩めるにはどうしたらいいのかというのをちょっと実践でやっていただきたいと思います。ちょっとモデルの方に来ていただいていますので、元新体操の選手でですね、活躍されてました谷口さんです。どうぞお入りください。お願いします。じゃあまずここ座っていただいて、見えますかね、まあ、横からね、ちょっと後ろから見ながらしていただいて、でちょっと手を出していただきましょう。で指を動かしてください。今筋肉、まあ、ちょっと見えにくいですかね、こう筋肉が動いてるんですけども、この筋肉が収縮したりすると付着部が引っ張られて炎症を起きてしまうんですね。だからこの筋肉を緩めてあげれば負担が減るということなんです。で筋肉ってのはゴムと同じで伸びたり縮んだりしてるんですね。繊維層がこう、こうですね、出たり入ったりこう動いてるんですね。この動きはですね、赤色白色赤と白の細胞がありまして、まあ、難しくなっているミオシンとアクチンという物質がスライドして動いております。人体模型のよくありますね、赤と白ね。でこれを収縮させて瞬間的に脱力させると筋肉がスライドして動いていきます。よく一流の選手っていうのは筋肉は硬かったらダメなんですね。でも柔らかくて柔軟性があれば縮めば逆に伸びたりできると。そういうのですね、これ瞬間脱力筋弛緩法といいまして、筋肉を緩める方法があります。これは、まあ、今手やりますけども、他の肩であったりとか腰であったりとか筋肉性のもので痛みが出た時には対応できるものですので、ちょっと覚えていただければなというふうに思います。でまずここの心筋腱ですね、外側上下、ここの痛みを筋肉緩めるにはどうしたらいいかというのをちょっとやっていきます。まずですね、まあ、普段上下次第でこう台があるんですけども、今日はないんですけどね、あるという形でイメージして、で肩の力を本当は抜いていただくと。で手首を上上げて、術者が反対側にこう近入れて、で彼女は上にグッと上げていただきます。そうすると今筋肉は収縮しております。で呼吸法、息を吸って息を吐きながら力を入れて瞬間的に脱力する。はい、もう一回息を吸って瞬間的に少しずつ吐いて瞬間的に脱力。この瞬間的に脱力させることによって筋肉のスライドを起こすということなんですね。そうするとこの筋肉内の2点間の距離が、例えば10センチの筋肉が11センチになればここにかかる負荷が減ると、そういうのが筋弛緩法なんですね。これはあの体の先ほどの話、イメージをしっかり持って筋肉を収縮させて緩めると、この筋肉を動かすというふうなのをしっかりイメージしないとなかなか伝わらないんですけども、これができるようになると、まあ、他の筋肉もそうですけども随分楽にすることができますので、ぜひこれは一つワンポイントで覚えていただけるといいと思います。今は外側上下、肘はこの指ちょっと動かして、これ伸びる方の筋肉なんですね。で今度ちょっとこうして曲げる方の筋肉は内側についてます。内側についてます。ですからもし内側が痛い場合は手をギューッと曲げて瞬間にダランと、ギューッと曲げてダランと、
こういう形で呼吸法も合わせてやっていただけると、まあ、随分ここの筋肉の痛みは取れてくると。それと同時に先ほど指2本置いたところにテープをして直接的負荷を減らしましょうというのが治療法ですね。これが治療、まあ、あとまあ電気治療とかいろいろあるんですけれども、まあ、基本的に運動療法ではこういうので、あと循環を促進するためにはこういう炎症物というのはですね、心臓から出た血液は動脈を通って体の末梢まで行くんですね。で今度この表面っていうのは静脈とリンパで戻ってるんです。だから末梢に行くときは体の中心を通っていって、戻るときは表面を戻ってると。ですから逆にここに炎症があった場合にはこっちからこういうふうに戻してくると、でまあ、ちょっと見えるといいんですけど、この血管の血液をですねこうやるとですね流れるのは分かるんですけども、こう見えますかね、ちょっと見えないですね、ライトが明るくて。こうやってやるとそれも見えるんだよ。あ、柴田さん、あ、見えた、見えました。皆さんもぜひねやっていただけると、この血管見えますね、この血管をですね末梢から中心に向かって押してみてください。血液がピュッと流れてるのが見えますよ。皆さんやってみてください。いいですか、この血管をこうですよ、見えますかね、ライトが強すぎて、この血管をこう、これ必ず見えます。血液がこっちに流れて心臓に流れてます。ぜひ皆さんもですね、見えますか、竹原さん見えました、見えました、こすりすぎたくない竹原さんはね皮膚が薄いからよく見えやすいですね。だからマッサージをするときは炎症物を取るのは心臓に向かっても流れますから、痛いところから中枢側を流してあげると、これも一つ、これはリンパ法になります。でさっきの運動で緩めるということと、まあ、テープでブロックするということと、あとは流してあげましょうと、こういうのをやってあげるんですね。で人間の体の表面になぜ静脈とリンパがあるか、これは血液戻る方なんですよ。で戻る方っていうのは血液の圧力が少ないんです。だから怪我して切った時に血が出るのは出血が少ないんです。で動脈っていうのは心臓のポンプでギュッギュッギュッと押されてますから、それに合わせて血液がギュッギュッギュッと出てます。だからもし切れたりすると出血が大量に出てしまう。そういう大事な血管は体のこの内側の中心の奥の方にあるんですね。だから怪我した時に動脈まではなかなか行かないように人間の体っていうのはよくできてるんですね。うまくできてるんですね。ですから表面は先ほど言いまして静脈リンパですから、心臓に向かって戻してあげましょうと。特に足なんかの場合は1日経って組で溜まってしまうので、下から上に戻してあげましょうと。こういうマッサージを覚えておいていただけると、ご自分でも治せると思いますので、今日はワンポイントとして覚えていただければなというふうに思います。結構見えたでしょ、さっき見えた、ね、それで、まあ、今はあの手の方の治療をしましたけど、今度はですね、肩と腰と背中の方の矯正をどういうふうにやるかというのをちょっとご説明したいと思います。じゃあちょっとですね、うつ伏せになってもらっていいですか。ですね、今彼女手を横にしておいて、うつ伏せになって足の長さを見てみますね。こちらから足の長さどうですか。随分違うぜ。どうですか、どっちが短い、右が短いですか。右が短いですね。全然違いますね。2センチぐらい。このくるぶしのあたり見ていただけるとね、これモニターで見れますかね。これがですね、先ほど右利きで使ったりしてると骨盤が、体が右側前に行ってしまうの で骨盤との連動でこうずれるんです。と右側がこう斜め上に股関節が上がることによって、ちょっと模型取っていただいてよろしいですか。これ今戻すやり方が入ってますよ先生、うん、足の長さで利き手がどっちかとか、あ、分かります、私も分かる。そうですね、分かります今彼女右足が短いんですけれども、で短いってことは逆にこれ、まあ、これ右と左とすると右が短い分で体はこっちにこう倒れるんですね。で人間の頭は必ず体の中心に持ってこようとしますから単純にこう曲がればこれは C カーブになる。でこう曲がってこうなると S カーブになると、でもう一個行くと SC カーブになるということなんですね。で先ほど言いましたけど骨盤が座ってる時に45度以上になると股関節が後ろにねじれると、そうすると股関節が斜め上に上がりますので足が短くなる。
今こっちの足短いですね。これをですね、逆に言うとこれをこう戻してあげれば足は長くなるわけです。あ、なるほど。今それをちょっとやってみます。両足長くしたいんですけど基本的には短い方を長くします。今骨はこういう形でなっておりまして、彼女の場合股関骨盤が後ろにねじれて股関節が斜め前に上がっているので、こっちが短くなっています。これをですね、こう戻してあげれば足が長くなります。ちょっとそれをやりますね。ちょっと後ろ向きになっちゃって申し訳ないんですけど、ここの骨盤をですね、こうねじれてるのをこう戻します。ちょっと足のかかと見ててください。ここを見ててください。こういう形で伸びてるの。こういう形でちょっと伸びてる感じ、わかりましたかね。そうです、ピストンみたいに動いてますよね。今ちょっとさっき伸びてる、もう一回いきますよ。伸びてる伸びてる。モニター見れますかね、この足のこの伸びてる、動いてる感じが。これはあの骨盤をですね、今こうすることによって斜めしたい。短い方を伸ばすということは逆に曲がっているのがまっすぐになるので、体の左右両方均等に神経が出てますから、その流れも活性化すると。でそれによって例えば内臓とか心筋代謝も良くなったりとか、動きも良くなるということもあるわけですね。健康に一歩近づくという形ですね。でこの骨盤をですね、矯正するやり方がありますので、ちょっとそれをやっていきましょう。じゃあちょっと横向いて、あ、こっち向いていい。左右両方ともやっていきますので、日常生活でさっき言いましたけども、座ったりしてると骨盤ってこう後ろにねじれちゃうんですよ。いわゆるお尻が垂れる垂れ尻みたいな感じなんですね。ですからこれをこう戻してあげることによって、ヒップアップにもつながると、体もきれいになるということなんですね。でちょっとですね、今矯正しますか、見ていただきます。今骨盤をこうなってるのをこう戻すやり方がありますね。天井見て、ここをこうして近めて、ね、ちょっと反対向きになって、また頭をこっちにして、ね、今が見やすいですね。今骨盤がこうなっていますから、これをこういうふうに戻していきます。ちょうどここに上行腸骨棘という骨がありますので、これをこう広げてこうやって押し込んでいくという形になります。これが今骨盤をこうなっているのをこう戻してあげると、そのままね、イメージ的にはですね、今こうなってて、この ありがとうね、骨盤がこうなってるのをこういうふうに戻してあげると。でいろいろここの上のブレを直すというやり方もありまして、例えば骨がこう揺れてれば、これを上からしてこう戻してあげるやり方、それをちょっとサンプルでちょっとやってみます。こう出っ張ってるところがあれば、出っ張ってるところにこの小子宮でコンタクトして関節開いて、こうやって押し込んでいくと、そういうやり方で、もう一つは今度仮にこうなってれば、ここで押さえて引き上げると巻き締めて、こういう形の治療がという形ですね。はい、ちょっと仰向けになりましょう。で今ね、あの先ほど言いましたけど、この骨盤が後ろにねじれてしまう、ね、これ日常生活の前のようです。座ってる時にこうねじれてしまうから、日常生活であまり足を組んだりとか深く座らない方がいいと。で、あ、ちょっとごめん、一回座ってもらっていい。座る時ですね、足を引いたり下を押して、足ちょっと映りますでしょうか。体に対して
股関節45度までは骨盤がねじれませんので、足はあんまり上上げないと。座るときにできるだけちょっと膝を下にし、足を下にして、こういう形でですね、上体に対して45度まで、ちょっと横向きになれるかな、もうちょっと。じゃあ先生、あんまり低い椅子には座らない方がいいってことですね。低い椅子に座らないんですよ。よく今あの椅子で膝とお尻だけのある椅子ってご存知ですかね。膝とお尻、膝にこういう当てがあって、あ、なんか見たことある。要するに状態に対してこうくの字になる感じ、はいはい、これがあの骨盤のずれない理想体です。ですからあのフィンランドとか、あ、スウェーデンとか北欧三国は小学校でそういう椅子を導入しております。そうすると背骨もずれないということなんですね。で、逆に言うと今この状態で足をちょっとこっち足上げてこう組むと、これが鋭角になってますよね、こうやって。あ、もう全然良くないですね。そうすると骨盤がこうねじれますから、特にいつも組んでるときは組みやすい方でどんどん組んじゃうと骨盤もずれちゃうということがあるんですね。ですからまずは、一つは足を組まないということと、できるだけ足を下の方にしましょうというのをイメージしていただけるといいと思います、ね。あともう少しちょっと時間なんでですね、あと首の方をちょっとやっていきたいと思います。じゃあ頭はそっちにして、あ、首の方はですね、なんか心地よさそう、ね、モニターでまたちょっとやります、ここの骨がですね、ちょっと見えますかね、左右でですね、右向いたり左向いたりすると首の骨って動くんですよ。ちょっといつも癖がある方にこうずれたりするとちょっとポコンと出っ張るんですね。でこう出っ張りますと、ここの間から出てる黄色い神経を圧迫してしまう とその神経が肩に行ったりとか背中に行ったりとかしてる とそれが圧迫されるとうまく機能しないわけですね。だこれを改善してあげると随分症状が戻ると。でここの出っ張ってるところに指を当てて首をちょっと戻してあげると矯正になるというのはありますので、ちょっとそれやっていきましょう。今ここ出っ張ってますね。今右側が出っ張ってますので、右に指を当てて、こういう形で、今のは彼女の場合は、ちょっと押さえてね、右側が、ちょっと影になってます。こういうふうにずれてましたので、ここのところに指を当てて、スラスとして戻してあげるというのが矯正法。回線法と言いますけどね。そうするとこの神経の流れが良くなるということなんですね。じゃあテレビとかもまっすぐ見た方がいいですね。そうそうそう、だからよくね、あの食卓で、うん、まあ食べるとこはこうで、テレビはこっちやると体がいつもこう向いてるとか、そうなっちゃったりすると良くないですね。体がこういつも癖でぶれちゃうので、うん、それ良くないですね。できるだけ体をまっすぐに骨をリセットするというのが理想になっています。ちょっと反対側もこっちはずれてないで軽くで大丈夫です。で今度あと背中をですね、ちょっと矯正するやり方がありますので、それをちょっとやって、今日はもうちょっと時間なので、ね、それ最後にしたいと思います。ちょっと座ってやっと足こっち出して、右だけ行きましょう。やり方はいろいろあるんですけれども、まあ彼女はあの体操やってたんで、あまりそんなに猫背じゃないんですけど、一般の方はこう猫背になっているときに、この猫背をこう戻してあげるという矯正法があるので、それをちょっとやっていきます。どんなものかね。で、あ、そうです、左右で比べて出っ張ってる方の背中に足を持っていきます。例えば彼女の場合、まあ、ちょっとこっちが出てるので、足を中心からこっちに持ってきてあげると、そうするとこのブレをこういうふうに戻してあげるというのが矯正なんですね。頭の後ろで天井見て、ね、バックシミ近くに行って、こういう形でですね、今、手をですね、音ねちょっと当たったと思うんですけど、
この真ん中の骨の足をちょっとこっち側に変えて、胸郭がこうずれてますから、こういうふうに戻ったり、でこの足を置く位置によって上部、中部、下部というふうに分けて、足の入れ方も変わることによってどこを狙うかが変わってきます。だともう一つやり方がありますので、それもちょっと、別枠で説明いたします。頭の後ろ手を入れます。これで前向き、こういう形で背中を押してですね、今もう戻っちゃってますあれですけど、矯正で戻すというやり方もあります。こういうのが、まあ、先ほどやった腰の矯正であったりとか、背中であったりとか、首であったりとかで、ここの一番大元は先ほど言いましたこの仙腸関節、ちょっと立ってもらって、この2本足が骨盤を介して背骨に変わる、ちょっと後ろ向こうか、今こういう形ですね。この2本足が骨盤を介して背骨に変わる、この仙腸関節います。ここが一番大事なんですね。これをまっすぐにしてあげることによって、上のまっすぐに、土台のブレを直すことによって上がまっすぐ、だからいくら上戻しても家も土台曲がったらまた曲がっちゃうわけなんですよ。だからできるだけここの下の土台をしっかりまっすぐにしましょうというのが、まあ治療法で矯正という形でやっております。ね、まあ、ちょっと駆け足でね、いろいろ話してしまって勉強になりました。なんとなくイメージついていただければ分かりやすかった。谷口さん、そろそろね、じゃあちょっと私にそっち行かせていただいて、一応ですね、紅葉のような形で、皆様にですね、いろんな健康な体のブレの情報をですね、お話しして、少しでもまっすぐになっていただいて、まあ、循環よくして活性化させると、はい、そうするとウォーキングでもどっちかに体重がかかっちゃったりしてるのもまっすぐにもできますし、多分人間はね、必ずどっちかブレてるんですよ。それをまっすぐにしてあげるだけで軸がブレずにできたりとか、そういうふうにもできますので、ぜひちょっと頭に入れていただければなと、はい、そろそろ時間なので、最後柴田さんの、まあ、いろいろ今日の感想とか、告知がありましたら、先生勉強になりました。やっぱりボクシングもハードな練習やってますから、はい、でその形ももう形になってるから戻さないといけないので、ちょっと先生の今日のあの勉強会を参考にしてですね、ちょっとやらせてもらいます。そうですね、特に腰、さっき足伸びたと思うんですけども、はい、ああいうのをやるだけで骨をリセットすると、はい、次のパンチにしてもいろんな動きも出やすいということもありますので、ね、はい、ぜひ皆さん参加いただければと思います。竹原さん、そうですね、もうすごいいろいろと自分でできるようなことも教えていただいて、すごい勉強になりました。特に私腱鞘炎とかにもなりやすいので、なんかその原因がどこなのか、外側なのか内側なのか、手の付け根なのか、自分でいろいろ確かめて、でまあここだったら指にもですよね、そうですね、のところにテープを貼って縛ったりとか、自分で予防ができるっていうことを、そう、筋肉を緩めたりとか、だから病院に行かなくても自分での予防でしっかりできるっていうこともね、知識もやっぱり知っとくとね、どう対応していいかっていうのが、はい、ぜひモデルさんですから参考にしていただいてね、やっていただければと思います。谷口さん、はい、気持ちよかったです。なんか顔がすっきりします。来週からまた仕事を頑張りたいと思います。あ、ですか、ね、体まっすぐにしてね。まあ、一応このような番組を通してですね、皆様にいろんな健康情報として一人でも、まあ、笑顔にするというのを基本でやっておりますので、もしまた時間ありましたら遊びに来ていただければと思いますので、こういう形で、今日は終わりになりますけども、今日は本当にどうもありがとうございました。勉強になりました。ではこれで失礼いたします。皆さんどうもありがとうございました。参考にしてください。さようなら。